はいえー、こんにちはレトスノーノです、えー、お客様から、えー、具体的に理解学習ってどうやったらいいんですかというご質問を多くいただいておりますので、まあ、その点含めて小冊子にまとめましたでこの小冊子にはこれまでお伝えしてこなかった部分も具体例を出して解説しております そして今回、今日と明日の2日間限定で無料でプレゼントいたします。今年絶対合格したいと思っている方はお気軽にご請求くださいで。ご請求の方法なんですけれども、こちらが本日の3問の弊社のサイトで、この下ですね、こちらの小冊子を無料でもらう、こちらをクリックしていただく形になります。でスマホだとこんな感じですかね。 スマホだとこんな感じで、小冊子を無料でもらう、クリックしていただいて、こちら、入力していただき、確認ボタン下にありますので、そちらを押していただければ、ここに入力していただいた郵送先に小冊子を郵送させていただきます。まあ、無料なんで、もし今年絶対合格したい、また、実績あるです、ね、勉強法を知りたいという方は、お気軽にご請求ください。 そして YouTube ご覧いただいている方は YouTube の下の概要欄の方にこちらの URL 貼っておきますのでそちらからこのページに飛んでいただいてご請求いただければと思いますで本日の3問に入ります表題部所有者である A から土地を買い受けた B は A と共同して B を登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる○か×かという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは×ですねえ結論から言うとえ所有権の保存登記は A が行うものなんですね A が行う A っていうのは表題部所有者ですね表題部所有者 A が保存登記を行うんですよで今回の問題は所有権の保存登記っていうものを B が A と共同して行うとこう書いてあるわけですよねこれ間違いですよね また、B を当期名義人とする所有権の保存登記。これも誤りですね。正しくは A を当期名義人とする所有権の保存登記。これが正しいです。しかもこれは単独で申請できます。A が単独で申請することができます。で、A が保存登記をした後に A から土地を買い受けた B っていうのは A と共同して所有権の移転登記を行うんですね。保存登記をすることによって A が当期名義人になりますよね。 で、A から B に所有権の移転登記をする。その際、A と B が共同して行うと、まあ、いうことです。でまず、表題部所有者って何かっていうと、登記記録の表題部、ここに所有者の欄に記載されたものを言うんですね。で、この表題部所有者っていうのは、表題部に記載されているだけで、権利部には記載されていないから対抗力は原則ないんですよ。まあ、簡単に言うと、新築した際に、 初めの所有者が誰かっていうのを表すだけなんですね。で、その後、表題部所有者が、権利部の校区に保存登記をする。つまり、所有権の登記をこれ、初めて行うわけですね。そうすることによって、対抗力を持つんだということです。流れとしては、まず最初、表題部に所有者を登記します。で、その後、この所有者が保存登記をするという流れなんですね。で、その後、この保存登記をした人が、まあ、人にね、 売るっていうのであれば、買い主に対して所有権の移転登記をするといった流れになります。まあ、この点ね、あの基本的なところなのでしっかり頭に入れておきましょう。個別市場の受講者さんでわからないっていう方はえご質問いただければ解説させていただきます。で、次ですね。 個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、A は免許を受けることができない。丸か罰かという問題です。これ答え罰ですね。復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることができます。だから罰です。復権を得れば、直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ、免許を受けることができません。 で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書きますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこれ覚えているというよりも、復権って権利もうね、回復してるから、 いいつでも免許を受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよで。多くの方が復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども覚えるというよりもこの、まあ、復権のこの感じからね想像できれば覚えるまでもないのかなって私は思います。で問い3ですね A が所有する市街化区域内の面積2000平米の一段の土地を B が A に対して有する金銭債権の担保として 当該土地について大仏弁済の予約を行おうとする場合には事後届けをする必要はない、丸か×かという問題ですね。で答えは×です。で大仏弁済の予約っていうのは、債務の弁済が期限内になされない場合に不動産などの資産を金銭に代わって弁済する、この予約契約のことなんですね。例えばお金を貸してお金返ってこなかったら困りますよね。なんでお金を返してくれないのであれば、 お金じゃなくて、その債務者が持っている土地で返してください、弁済してください、これを予約することですね。これは大仏弁済の予約です。でそもそも、届け出が必要な条件の一つ、まあ、これ、国土利用計画法の届出ですね、事後届出とか事前届出、これが必要な条件の一つに、土地の所有権を取得する目的の移転または設定、まあ、これ、権利性というんですけども、まあ、これがあるんですね、権利性というものがあります。 売買っていうのは移転ですよね。所有権移転するので、権利性はあるんですけれども、今回の問題文の大物弁済の予約、これは設定の方に該当してきます。まあ、つまり、権利性はあるということなんですね。でさらに、その他の届け出の条件である対価性とか契約性、これも満たしてるんですね。で、対価性っていうのはお金のやり取りです。で、今回、お金のやり取りはしてないわけですよね。 これ、大仏弁済なんで不動産でやり取りするわけだからお金のやり取りはしてませんただ不動産についてもお金に換金できるわけですよねだから、まあ、対価性はあるというふうにみなしますあと契約性もありますよね大仏弁済の予約についてもこれ、予約契約っていう契約をするわけなんで契約性もありますしたがって面積要件を満たしたらこれ事後届けで事前届けで必要になってくるんですね で、今回、市街化区域だから2000平米以上だったら届け出が必要ですよね。で、これ面積要件も満たします。だから自己届出は必要ですと。だから答えはバツですと。いうふうになるんですけれども、まあ、これ、今のような考え方が、まあ、正しい考え方っていうのか、まあ、厳密な考え方なんですね。ただ、これってすごく難しいんですよね。考え方として。なんで、個別事業の自己資産にはもっと簡単な考え方をお伝えいたします。 でこの考え方をすれば、もういろんな問題解けるようになりますので、まあ今回はね、大仏弁んの予約なんですけれども、例えば贈与だったり、相続だったり、受講取得だったり、あと定当権の設定だったり、まあいろんな問題に対応できるようになるんですね。なんで、ぜひ個別指導の受講者さんは、受講者専用のメルマガの方、ご確認いただければと思います。で、個別指導を受講したいという方は、この動画の下の概要欄の方に、詳細なページ、リンク貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。 そして、初めにもお伝えをした、パチスロ依存症の受験生が、たった1年で合格した勉強法の新常識、達見合格勉強法の小冊子を、今日と明日の2日間にわたって、無料でお送りさせていただきます。無料なんで勉強の仕方がわからないとか、勉強する時間なくて効率よく勉強したいとか、読解力に自信がない、記憶力に自信がない、応用力に自信がない、という方は、ぜひご請求いただければと思います。 で、ご請求については、この動画の下の概要欄に、このページの URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。で、このページですね、下の方をスクロールしていただくと、ここにご請求フォームありますので、こちらすべてご記入の上、こちらの勉強法の小冊子を手に入れるというボタンを押していただければと思います。 で、何点か注意点があるんですけども、郵便番号なんですが、これ半角で入れていただいて、真ん中にハイフン、これ入れていただかないとエラーになりますので、ハイフン入れていただければと思います。また、住所なんですけども、これ都道府県を選んでいただいても細かい住所出てきませんので、こちら、お手数おかけしますが、市町村、また枝番ですね、マンションの方はマンションの合室までご記入いただければと思います。 具体的な問題に対してどうやって問題を読み解いていくのか答えを導くのかまで記載しておりますのでぜひ参考にしてみてくださいあなたのご請求をお待ちしておりますレトスの小野でした